ちはもうこれできない。太鼓は叩いていられない、ささらは眺めていられない。はい、どうもこんにちは、鈴木さとしです。今回は防音室を紹介しますということで、去年の夏ですね、去年の夏に思い立って防音室を自作したんですよ。その防音室どうやって作ったかとか、中がどんな感じかっていうのをちょっと簡単にねご紹介しようと思った次第です。気になるって声もいただいてたりしたので、まあ、ちょっと撮ってみようと思った次第です。はい、ということで、あまり前置きが長くてもしょうがないんで、ちょっと早速防音室を見ていきたいと思います。じゃあレッツゴー。はい、ということで防音室の中に入ってきました。ちょっとね、あまりそんな広さはないんで、なんかいろいろ楽器が散乱してるんですけども、こういう感じでグレコのドブロと、あとこれはテスコのテレキャス新ラインです。はい、簡単にこれどういう壁になってるかっていうのを説明したいと思うんですけど、これニードルフェルトってやつで、ちょっと動画に図を出しておきますけど、ニードルフェルトがあって、その裏にこれはちょっと一部立てりしてるんですけど、針葉樹合板っていうのがあって、この中にグラスウールってやつと遮音シートがあって、また外の壁に針葉樹合板ってやつがあるような、一応二重壁状態なんですけども、ちょっといろいろ問題があって、それは後で説明します。こんな感じにいろいろ楽器が置きっぱいになってまして、場所がないんでいろんなところに楽器置いてますけど、これハーモニカ、これハーモニカケースです。ホーナー、キーが違って6つぐらいかな、ハーモニカあります。でここにねモニターが置いてあります。防音室閉じて中に入っちゃってレコーディングするときにね、画面がないと確認できないので、はい。でちなみにこのテーブルは防音室作るついでに自分で作っちゃいました。なるべくね、防音室作りでお金がかかったんで、必要以上にお金を使いたくなかったんで、テーブルをね自作するという。この辺にスライド板もあったりしますね。これは陶器製のやつです。カポとかもめちゃくちゃ浮かれてます。これ暗くて見えない気がするんですけども、この辺に下に楽器いろいろ置いてまして、これピアニカですし、タンバリンとかね、糸、あと暗いなこの辺にね笛の類があります。シノブエとかリコーダーとか、ほとんど見えないんですけども、ここに防湿庫がありまして、湿度を一定に保つケースみたいなやつで、マイクだったり、あと弦とか保管してます。でここに三味線もあったりするんですけどね、はい。で三味線の隣にギターアンプっていう、なんかいびつな組み合わせですけども、これフェンダーのアンプで、デジタルアンプをもともとマーシャルのやつ持ってたんですけど、それを売って、まあいろいろと資金を作って、ちょっとねアンプが、実機のアンプが欲しかったので買ったんですけども、防音室の性能が心もとなくて、さすがにこのアンプをそこそこ音量に鳴らすのは無理があるんで、ちょっといずれねもうちょっと性能を改善したいなと思ってます。はい。でね、このこれ防音室のドアのところなんですけども、まずドアが設計の段階でちょっと計算が重くて、でかすぎて、重くてこうやって斜めになってきて隙間ができちゃったりとかしてるんで、ちょっとねまあこういうところも含めて、ちょっとドア周りを近々回収しようと思ってました。はい、そういう感じです。電気はこれね、白熱電気ですね。なんかね LED がノイズが発生するとか、そういうのを情報を見たんで白熱電気にしたんですけども、これのせいで夏は余計暑くて、本当サウナ状態なんで、もう LED でいいかなって思ってるんですけども、逆に冬場がこれのおかげでちょっと暖かくなるんで、とりあえず白熱電気のままにしてます。はい、この辺ね、ボーカルでレコーディングで使うリフレクションフィルターだったり、ポップガードみたいなやつですね。最初この防音室作った時に、このニードルフェルト貼ってなかったんですけども、貼ってなかったら逆になんか音が反射して、妙に何でしょう、中ででかくなって、でなんか性能がすごい微妙になっちゃったんで、後から付け足して貼ったり、あとグラスウールっていうやつ、こういうやつですね、これが余ってたんで、それも中にぶら下げたりしてるんですけども、ただねこれなんかあんまり中にぶら下げといて、その健康面で大丈夫かなって思うところがあったりしたんで、この辺も含めて近々大掛かりな回収をしようかと思ってます。これ換気扇の穴です。外から換気扇回せば空気がここから出てきます。でちなみに防音室の高さはだいたいこれ2メートルぐらいになってます。というのも、木の普通にホームセンターに売ってるの木材の規定の高さってだいたい 180.2 センチなんですけども、自分身長が180ぴったりあるので、その高さで作っちゃうと立って歌えるような防音室を作るのが難しくなるということで、
ちょっとねこういう風な感じで高さをかさ上げして2メートルぐらいにしてます。これで立って防音室の中で使います。ちょっとカメラこっち向きます。でこの防音室一人で作ったんですけども、一人で作った影響で隙間ができちゃってる部分があって、そういうところもねあったりするんで、性能がせいぜいマイナス20デシベルとかそういう感じなんですけども、まあでも今のところこの防音室を作ってからは、ボーカルとかやったりしてても苦情は来てないですし、まあ本当に大変だったんですけど作ってよかったなというそういう感じです。はい、ね、この防音室で配信ライブとかもやったりしてたんで、まあ本当作ってよかったなと。レコーディングも快適にできますし、アコギとかもねさすがに生音だとアパートで厳しかったりするんですけど、この中でやってる限りは全然大丈夫だったんで、はい、じゃあ防音室の中はこんな感じです。はい、ということで防音室を見てきました。手軽に作れる類のものではないですけども、まあやはり音楽をやる人にとっては家に防音室があるのとないのではもうとてつもない何でしょう、快適さの違いというかとてつもない違いが あるところだったので、ちょっと大変なところでもあるんですけども、防音室があってからの方が音楽的な意味でより良い環境になったと思うので、ちょっとでもやってみようかなと思う人はいろいろと参考にしつつチャレンジしてみてもらえるといいのではないでしょうか。今後もこんな感じで音楽の話題を中心にいろいろと動画を作っていきますので、ぜひ気に入っていただけた方はチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いします。と自分自身音楽活動をやってまして、こちらに表示されているチャンネルの方にいろいろと楽曲をアップしてますので、少しでも気になった方は聴いてみていただけると嬉しく思います。それではまたお会いしましょう。さよなら、鈴木聡でした。